どうも皆さんこんにちは、ゴルフプロの宮脇です。はい、今回はですね、こちらのファイアーエクスプレス7-2の、5アンダーの、紹介をしたいと思います。5アンダーのグラフィックはこんな感じです。で、クラブのヘッドがですね、ちょっと違うんですよ、これ。で、これ分かるか分からないんですけど、ですね、こっちの方がヘッドがちょっとちっちゃいんですね。かなり削ってあるんだろうなっていう風な感じなんですけど、ヘッドの見た目も小さいし、実際かなり軽いんじゃないかなっていう風なバランスになっております。で、この5アンダーの特徴なんですが、かなり軽いです。で、こちらのシャフトは 50g 弱だそうで、であとクラブのヘッドもかなり削ってあるんですよね。なのでかなり軽いバランスで作られています。で、別の動画で、7-2 の4アンダーっていうすごい重たいシャフト の練習器具っていうのを紹介させてもらったんですけど、それの真逆な、コンセプトで作られているクラブですね。で、まあ僕のこの5アンダーの一番の使い方っていうと、やっぱりとにかく早く振って、このクラブを振っていくスピードのベースラインっていうのをどんどん上げていくっていう風な感じになると思います。で、早く振るっていうことを達成するだけだったら本当にただの棒でもいいんですね、早く振れるから。だけど別の練習器具の動画でも僕ずっと言い続けてるんですけど、一番重要なのは早く振った上でクラブのフェースのコントロールっていうのができてないともう話にならないんですよ。で、これに関しては僕はとても苦い思い出があるわけです。ですね、僕が学生の時にトーナメントバイトっていうのをやっていたんですね。トーナメントバイトっていうのは、例えばプロの選手の、試合の運営のお手伝いみたいな感じなんですけど、で、そのトーナメントバイトの時に僕とあと2人、僕の同期のやつらですね、大学の彼らが、全然人が来ないところにこう配置されたんですよね。まあ、人が来たらあっちに何がありますとか、あっちトイレですみたいな感じのことを言う感じだったんですけど、それで全然人が来なくてあまりにも暇だから、素振りぐらいはしようっていう話になって、で、僕らが配置されたところのすぐ近くにこんな感じでグサってこうヘッドのついてないシャフトが地面に突き刺さってたわけです。なのでそれ抜いて、そこにいた部員の、大学の同期の子たちと一緒に左手一本でヒュッて早く振る練習したりとか、こうやって思いっきりこう右手でクラブを振ったりだとか、単純にこうこんな感じで早くこの棒を振るみたいなことをやり続けてたんですよね。で、バイトが終わって次の日に大学のみんなと練習に行ったんですよ。そしたら見事に僕シャンクしか打てなくなっちゃってて、で、下手くそなのもっと下手くそになっちゃったんですよね。その理由っていうのはやっぱり先端にゴルフクラブのヘッドっていうのがついてないと、僕たちはクラブのフェースをインパクトでスクエアにミートするっていう感性を養えないんですよね。というかもう単純にクラブのフェースのコントロールっていうのがオフになってしまうわけです。で、先端に重たいものを振っていないので、かなり手元の先行したクラブの振り方っていうのが身についてしまいましたってなってくると、もう当時のことはビデオ撮ってたんで覚えてるんですが、こんな感じからの思いっきり腰を切って、で、このままフェースがすごい開いた状態でインパクトしてシャンクするみたいな感じでした。で、その後すごい直すの大変だったんですよね。結局僕下手くそだったんで直りもしなかったんですが、そんな悲しいことは他の人は経験しなくていいなっていうふうに思うので、このようにかなり軽量なシャフトであり、でも振っても全然ブレない、やわくないっていうもので、かつヘッドの重量バランスっていうのを考えているこの5アンダーの練習器具っていうのはかなり有効と言えると思います。なので使い方としては、最初自分のテンポでボールを打つ、そして慣れてきたら少しずつスピードを上げていって、で、最終的にマックス、怪我しない範囲がいいと思うんで、僕だったら速さを求めるようなスイングをするとき、思いっきり足を使ってこういうふうに振っていくんですけど、
こんな感じでですね、速さを求める場合、ミスショットしてもいいんですよ。ただまっすぐ目の方向に、打ち出したい方向の方にボールパコンって打てるっていうのが重要になってきます。それができないとフェースのコントロールってできてないってことになるんで、早く振って右に左にっていうのはあんまり意味がないんですね。早く振って出玉だけでもまっすぐの方向にっていうふうのを目指していきましょう。じゃあ最後に一発打ちます。はい、こんな感じで、ビュン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 振りまくってヘッドスピードアップっていうのを、望めるんじゃないかなと思います。というわけでこちらの5アンダーかなりいい感じに仕上がっているので、ぜひ皆さんも購入を検討してみてください。